どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。クリスマスまで残り3日、皆さんいかがお過ごしですか？僕はクリスマス予定の予定が予定されています。はい、いや予定の予定が予定されてるんだよ。だからクリスマス予定が予定されるかもしれない。まあだからあれですね、予定されてるんじゃなくて、まあこれからね作っていこうと。あと3日でね、まずまあ知り合って、仲良くなって、クリスマス遊ぼう誘うやから、あと3日ですから、まあ明日ぐらいにはそろそろね女の子見つかるんじゃないかなということで、今日はですねクリスマスパーティーを使っていこうと思います。クリスマス女と過ごすやつマジで全員今俺は中指を立てています。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。あ、まあすいません、今日パーティー使っていこうと思います。でこのキャラですね、なんか紹介だけしてサブでしか使ってなかったんで、今日リーダーでやっと使おうと思います。はい、24段変身のスキブ3つ持ちキャラってバインド封印、回復努力4つ、気コンボ強化2つ、10強3つ持ちです。スキル1ターンで6解除と木と光以外から回復3個生成をしてくれます。このループがめっちゃ強い。リーダースキルもね、木光同時でダメージを激減、攻撃力から6倍、4コンボ加算、木か光を消すために攻撃力 1.5 倍です。はい、で火力もこれめっちゃ出しやすくてね、まあまあ言うなら毎回そうですね、 6×1.5 のまあまあ6乗ぐらいは入るでしょう。68倍とかリーダー倍率出せて結構強いキャラになってます。今日はパティリーダーで使っていきます。編成、まずはマテルから暗闇耐性プラス遅延2つにスキブ潜在、そして山掴み装備継承です。はい、アメミナです。ループして使っていきます。無国安遅延4つにドラゴンキラー2突、そしてスパークレンス継承ですね。はい、でスキルが2ターンで密閃闇が消せなくなる彼にランダムで木と光6個ずつ生成できるんで、この生成を利用して殴っていきます。はい、でアメミナ、こちら同じくねループですね使っていきます。無国安遅延4つにドラゴンキラー2突です。そして今回リーダーで使います神結びですね。スキブプラス上限解放遅延2つにマッハ武器継承です。でこのキャラもですね常時、5倍出まして、かつ 1.5 倍ずつ上がっていきますので、 5×1.5 の6乗ぐらい入ると56倍とか出してくれます。倍率もかなり高めだし回復力も安定します。そしてパティです。遅延4つに HP 強化2期軽減プラス、そしてアリナ武器継承ですね。まあ、パティは火力は全くないんですが、ステータス漏れるのとダブル吸収無効スキルが強いんで、今日は採用されています。今日はこちらのねクリスマスパティ編成を使って実際にまんじゅう攻略していこうと思います。かなり面白い性能してると思うんでね、実際に使っていきましょう。さあ、ということで、1階層からやっていこうと思います。行きましょう。まずは1階層です。とりあえず、ウルトラマンティガ武器撃ってあげて、1ターンダメージ無効、覚醒無効回復していきます。からの1コンボ組んであげて耐久です。はい。今回の編成は76番面リーダーで使っていきます。はい、1コンボ。で、からのメビウス武器撃ってあげて2ターンヘイスト組んでいきます。はい。メビウス武器からのパティ変身。パティ変身、キー光消して軽減貼っていきます。耐久です。でメビウスの激減もあるんで耐久は安定してます。はい、でからのリーダーチェンジしていきます。まだたまんねえわ、一回盤面整理しよう。盤面悪い。はい、キー光消して耐久です。でからのリダチェンします。はい、であとは突破していきます。え、普通に殴れば倒せるよな、これさすがに普通に殴るだけだよね多分。とりあえずまあ右側ターゲットしておきましょう。で神結びリーダーになれば絶対倒せると思うんだけど、14コンボで15コンボで16コンボで778枚、んー、ナイス、突破していきます。さあ続きまして2階層です。ここは山掴み武器打ってあげて4ターン1コンボ組んでいきます。はい、4ターン1コンボです。はい、1C1C からのアメミナ打ちます。はい、でどうしようかな、どっちの正方形組もう、どっちでもいいんだよね。光にしますか。あとパティもループしてもらって大丈夫なんで、パティも基本ループで使います。はい、光にしましょう。いきます。そうで、パティループできるおかげで回復消すの心配もないので結構安定してます。指も長いっすね、やっぱり。ゆっくり組んでいきましょう。はい、これで無股間含みながら5セットですね。5セット、これも778倍入るので
こんな感じでワンパンしていきます。ハイドパー。さあ続きまして3階層です。3階層は紙結び打っていきます。本当はねこのアメミナにもね上限回復とかつけたいんですけどね、遅延つけてるんで仕方ない。3階層は紙結び打ちます。はい、からのアメのみなかぬしからのパーティー倒していきます。てかもう完全平積みでいいから多分こんな感じなんだよね。これ何セットですか ?1,2,3,4,5,6,7,8 セット?え、結構強いんじゃない ?3941 倍。8867倍。あ、めっちゃ強くない ?20 コンボで8800倍。あー、すごい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 。あー、めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強いわ。で、からのここもパティ打って、で殴っていきます。しかもアメミナループのおかげで確定で4セットは組めるのがめっちゃいいね。絶対最低でも4セットは組めるからさ。ここも13コンボ組んであげて、これで倒していきましょう。オッケー。あれ?おうおお、失礼しました。1個いるのは絶対必ず毎回パティも打たなきゃダメだね。基本的にこの水闇ドロップが全然いらないから、毎ターンちゃんと組んでおいてあげないと、この、毎ターンパティを打ってあげないと、水闇の消去量がめっちゃ減るんだよね。だから毎ターンちゃんと組んであげて、水闇消していく意識も大事。これで突破です。ナイス!さあ続きまして、4階層です。4階層はパティとマッテル打ってあげて倒していきます。はい。うん。OK。じゃあここでパティ打ってあげて、マテル打ってあげて倒していきます。パティの三色陣組んだらもう最強やろこんなん。あー強すぎ強すぎこれ。あー何セット ?9 セット。もう9セットはやばいっしょこれ。8000倍か。また8867倍。うわ19952倍。ワンパーン突破です。紙結び火力やばすぎだろこいつ。35億マ?おかしいな。さあ続きまして5階層です。ここもしっかりとアメミナ打ちましょう。でね、本来ねこのさ紙結び編成かって無効貫通を組まない組んだ時ってねこのコンボ数が減ったから弱かったんですよ正直言ってね。そう、無効貫組むとあ火力出しづらいよねっていうキャラだったんですよね、この紙結びとパティを使った編成っていうのは。ただ今回の無効貫通強化で通常時はこのコンボをね平積みでやっていけるので火力がめっちゃ高くなりがちですし、無効貫通時は火力が 3.5 倍になったから前に比べると比較的火力出しやすくなってるんですよね。だからこのねもう雨の実中主のね使ったこのパティ紙結び編成はね相当強くなってるね。で6階層です。6階層はまず 1C 組みます。はい、まず 1C。はい、で軽く控えめで軽減張りたいんでこんな感じで1ターン待ちます。やばいやばい、軽く控えてるよな。 OK、 ナイス控えでからの突破です。倒していきましょう。紙結びパティ打ちます。間違えた、雨のみなかぬしパティ打ちます。これは全体入れよっか。光はダメ。火でいいか。OK、これでしっかりと平積み組んで全力コンボです。1752倍。いける？ナイス!強すぎ。強すぎだろ、パティ。7階層。ここは火力を抑えて1ターン軽減張ります。はい、はい、でこれで1ターン軽減張ってから突破していきます。お邪魔耐性はね山つかみ武器のおかげで完璧になってますので、アシスト無効も解除されてるんでね、はい、このまま1ターン耐久、暗闇耐性ももちろんあります。はい、そしてアメミナからのパティ打ってあげて突破していきましょう。
ルーレットあるタイミングだ。パズルも簡単なんで。よいしょ。さあ、これで、しっかりと光の全体を含みつつ、右タゲで殴っていきます。1752倍を含みながら。さあ、これでワンパンでしょ、どうせ。ナイス!マジで火力高い。これ、満場だと相当強い部類に入るぞ、この編成。8階層、パティ打ちます。はい。パティ打ってあげて、パティもちなみに5ターンでね、ダブル急所向こう6階と生成なんで、結構パティもえぐいことしてます、本当に。OK、いくよあ、やっぱまあまあいいでしょ。まあまあ全然全然全然。繋がっちゃったけど、どうせワンパンだから関係ないよ。そう。なぜならこれはね、わー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 解説の必要がなかった突破。さあ、続きまして9階層です。弱化ドロップだけちょっとうざいかなって感じ。弱化ドロップだけちょっとうざいですね。まあ木は大丈夫だけど。アメミナからのパティからのマテルも打ってあげて、ここは絶対ワンパンしたいんで絶対ワンパン狙います。これでとにかく全力組んであげて1752倍。さあ、これで倒していきまーしょう。ナイス。弱化ドロップ多すぎだろ。さあ、続きまして10階層。神結びは76番面にします。ドンドンで平積みで耐久していきましょう。ここはルーレット消したいのと、あとは耐久っすね、普通に。はい、これで殴っていきます。どうせダメージ無効貫通が入らない限りは倒せないんで、耐久は楽々です。はい、いい光だけ消しながら耐久していきます。ナイス。フレットも消してもらったんで、また耐久していきましょう。で、これで弱化ドロップ終わりだけど、ちょっと弱化ドロップ多すぎだろ。弱化ドロップ全部消すわ、1ターンこのターンで。お前何、今日めっちゃ優しいやん。こいつ一生並走してるけど、どうした？盤面全消し目指していこう。時間足りるわけなかったわ。ね、全然、あ、でも結構消えてるね。オッケーオッケー。これで弱化ドロップ一旦消してあげて、さあ、ここで突破していきます。はい、盤面もめっちゃいいね。まさかまだ並走する？お前、やばすぎだろ、おい。アシスト溜まるって。はい、みんな撃ちます。パティ打ちます。で、そう、何度も言いますけど、無効貫通時本来この編成は火力が低かったんですが、それは過去の話と言わざるを得ませんね。はい、これで木の無効貫通を含んであげて11コンボ778倍でも、こんな感じで無効貫の火力もしっかり出せるようになってます。これはね、マジででかいよ。うん、130万 HP に、ちなみにこれ軽減ループ入ってるんで、実質 HP ね。実質130万 HP に軽減ループ入ってるんで、マジでこの人強いですからね、こんな感じで。孫権これだけ余裕持って耐えれるんで、ほんと冗談抜きで強い編成になってます、これ。あんまなくないですか、孫権ここまで余裕持って耐えれる編成って。ほんとそれこそカイドウぐらいだけど、実はこの編成基本的なカイドウ編成よりかは高い HP を持ってます。あ、もちろんね、カイドの編成の中でもね、200万 HP とかあるバケモン編成もあるんだけどね。この編成もそのぐらいの耐久力持ってるんで、相当バケモンの部類に入るかなと思います。ワンパン無理？あ、OKOK、全然大丈夫。ツーパンしていきましょう。はい、雨のみなかぬしからのパティ打ってあげて倒していきます。よかった、今発狂入らなくて。入れるところだった。パン！なんで発狂入んねんって。はい、これで倒していきます。14コンボ組んであげて14 15 16 17、最強。さあ、これで突破していきます。で、続きまして12階層です。ここはパティ打ちます。マテル打ちます。倒します。指が、指が。でも関係ないんだよね。
これね、本来は紙結び打てるんですけど、ちょっとこれはパティが強すぎて、なんか、なんとかなったわ。本来はこれ紙結び打ってください。大変失礼しました。本来は紙結び打ってください。もう一度言います。本来は紙結び打ってください。ただまあ、なんかなんとかなったから大丈夫。で、ここは吸収無効を使って、紙結び、あ、ごめん、間違えた。紙結び使って、雨港パティ打って倒していきます。オッケー。こいつはね、普通に吸収無効だけなんで倒せばいいでしょう。パティ、金光以外から回復作るのも偉すぎるよな、マジで。完璧なキャラなんだよね。はい、これで突破です。さあ、続きまして、ボス1段階目。ここは4体以内に倒せば大丈夫なだけなんで、雨見直って殴っていきます。で、基本的に片方一色しか向こう側が組めないルールなんで、光にしましょう今回は。はい、どっちの方が強いんだろうな。あ、でもこれはちょっとだけ盤面悪すぎかも。さすがに4コンボはちょっとね、さすがに盤面4コンボはちょっと辛いんで、1ターンちょっとここであれしよっか、場面整理しよっか。さすがにね、どんだけね、向こう側火力上がったっつっても、この編成における4コンボは弱すぎるんで、1ターンちょっとゴミ処理します。はい、こんな感じで。不要すぎるドロップを消しつつ、火ドロップ、光ドロップは最低限温存しつつ、これで1ターン場面整理。ナイス。さあ、これでワンパンしていきましょう。まあ、若干エアハンスどこに来るかとかも よるんだけど。は？なんちゅう悪魔みたいなことしてるんだこいつは。え、うーん、まあ、次紙結びの火力入れて倒せばいいから、ワンパン狙おう。いや、てか別にワンパンできる編成ではあるんで、ちゃんと頑張ればね。頑張りの問題これは。まあ、闇、うわー、やばすぎ。まあまあいいでしょう。これで紙結びのあれを消してもらって、はい、じゃあ雨の実中の主打ちます。最悪雨の実中の主ダブル打ちしてもいいんだけど、盤面数えていいですか。17 14、ダブルだなこれ。次の階層でキーヒカリ欠損したら、まあその時は消えよう。これ盤面何個っすか。20、やばい。20の配置って何、調べよう。76、76番面の火力配置なんてもう誰も作ってないんだ。なるほどね。待って、いいこと考えた。いきます。頭いいこと考えた。こうだ、こうして、こうでしょ。これしかないじゃん、よく考えたら。もう絶対に圧倒的にパティと紙結びに頑張らせる。8867倍。お前ら2人頑張れよ。ワンパーン、強すぎ。最高でしょマジで。さあ、ボス2段階目。ここはね、そう、こいつめっちゃ優しいんで、普通に金光組みながら耐久していきます。はい、うん。で、ここはまず1ターン耐久してあげて、同じく不要な色消していきます。で、次必ずマテル打つことだけ忘れずに養殖消していきましょう。おら、いらねえんだよ水も闇もよ。いや、さあこれで1ターン待ち。ちょっとそこやめて、それ。ちょっと1ターン、もう1ターンだけ待つよ。もう1ターンだけ。やばい、パティ打ち合わせ、待ってる打ち合わせれた。まずい、待ってる早く打とう。挟まってる、打ちます。はい、ちょっと若干やめろよ、若干やめろよ。それはいいよ、それ全然いいよ、それだけは OK。 待ってる、打ちます。雨みんな打ちます。パティも打ちましょう。色は光と光ね。 OK、 いきます。どうすんのがいいのこれ、なんで、マジで。
これやりすぎ、さすがに。でも言うてね、これも結構強いからね。はい、これで700倍だけど、いいじゃん、めっちゃ。いや、これも全然ありだな。ちょっと光1コンボ分損失しちゃったんで、半分までいけなかったですけど、いいっすね。で、ここは木でいこっか、じゃあ。光光、うわ、6つ。木、木、光、光、光、うわ、6つ。OK、いきます。待てよ、価値、命かけてる今。これでいけるはず。光含みながらの無効貫火力入れて殴っていきます。ほんと無効貫通強化の恩恵ってやばいね。いろんな編成に来てるね。で、半分じゃあもうパティ使います。はい、半分じゃあもうパティよ。こんな、え、待って、ねえ、気づいた、これ倒せんじゃね。パティ打つわ。嘘、カメミナ打つじゃん。で、カメ結び打つじゃん。これ倒せるだろな、普通に考えて。キーキーね、オッケー。そう、木が17個はぁ、おい、光21個、ナイス。いきます。こうだな。で、待って、これだと弱化ドロップがもったいないから、こうなんすわ。待って、これね、待って、ミスってる。こうだ、こうじゃない、こうだ。よし、これで、これで光も木もしっかりと弱化ドロップの影響をね、あまり受けずに、かつもうやばいコンボ4333948867倍、さらにエンハンスが入ってドーンということで、今回はですね、紙結び編成を使って、満場攻略する動画でした。いかがでしょうか？そう、普通にね、コンボで火力も出せるし、無効貫通でね、無効貫呪も火力出せるようになっていて、かなり面白い編成になってると思います。まあ、ちょっとね、編成難易度が、紙結びペットを飼うを周回していないと組めない編成になってるんで、ちょい高めではありますが、もし組める場合ですね、めっちゃおもろいキャラになってるんで、よかったら使ってみてください。じゃあ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。